5月の5日、木人頃ですね。9時になるところです。気温の方が、今日は今まだ13度、しかありません。ミニバラさん、バラさんたちですけども、これはピエール・ド・ロンサールさん、挿し木ですけども、ここにつぼみがこのぐらいまで大きくなってます。ミニバラさんちょっと元気ないね。これ黄色いミニバラさんが3つ。またそんな感じじゃないですね。あと、中心が、オレンジ、周りが、赤、のミニバラさんですけど、つぼみこのぐらいまで大きくなってきてます。ここですね。ま、全部についてるかな、枝。あとこれね。ついてます。隣の方はあのピンクのミニバラさん、これはいっぱいついてます。このピンクのミニバラさん、鈴なりにつくんだね、これね。こんな感じでいっぱいついてます。あとはガザニアさん、まだね、ガザニアさんはそういった時期じゃないんで、もうちょっと暖かくなってから多分花芽が出てくるんじゃないかなと思いますけども、こんな感じです。あとはクレマチスさん。クレマチスさんはこんな感じで大きくなってます。一番手前の方がね、ローグチさんなんですけど、ローグチさんはほら、花芽出ました。ローグチさんに花芽が出ましたね。ローグチさんだけかな、花芽が出てるのはね。そんな感じですかね。プリンセスダイアナさんは、まあ伸びてますけどね。まだ、そういった花芽みたいなのはないんですね。クリスパさん。クリスパさんも花芽らしいのはないね。こうずっとこう伸びてますけども。ないです。あとは、テッセンさんと、白前さん。もう、やはり、そういった花芽らしいのはないですね。花芽があるのは、野口さんだけですね。あとは、去年、何ですか、挿し木しましたバラさんですね。これ3つ。なんかね、バラさんがね、すごいこのうどんこ病が今年ちょっと激しいんですよね。また今日ね、この撮影終わりましたら、ミストちょっとやっておこうかなと思ってます。ちなみに、薄いバラひろこさん、手前が薄いバラひろこさん、あとロマンティックアンティークさんが2鉢になります。その隣にあるのが、カーネーションさん。カーネーションさん、つぼみが出てきました。ほら、これ花芽です。つぼみ、花芽出てきてましたね。ほら、やはりみんなそれぞれに花芽がちょっとずつついてます。ちょっとかっこ悪いですけどね、このままも咲かせちゃいます。隣のオステオさん、オステオさんもほら、もうだん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 開いてきてます。こんな感じで、まだまだですけどね、開き始まってます。楽しみです。あと知らない花さん、これはもうちょっと大きくなってからいつも花咲きます。まだまだだと思います。あと、バラさんたちですね。濃い、ピンクの、ホットショットさん、ひろこ、バラひろこさんですね。バラひろこさんもつぼみこんな大きくなってます。今日ね、今朝ちょっと風が強くて倒れてましたね。風強くなってくるとね、倒れるんで、ちょっとこう、後ろの方に今、置き直してます。つぼみこんな大きくなってます。ほら。これは大きい花咲きますからね、いつもね。やはり大きい花咲くの、つぼみが大きいよね、やはりね。つぼみがね、結構ついてます。それぞれの枝に、これもですね、それぞれの枝に大きいつぼみが、ここにもついてますし、あ、ここですね。この後ろのやつにもついてます。これですね。温度の枝についてます。これは勢力が強いね、すごいね。はい、その隣ですけども、薄い、ピンクのバラひろこさん。こちらの方もね、枝という枝すべてにくっついてます。ただこれは1個ずつです。こっちは。
これ鈴なりにつかないです。ここにもついてますよね。これは鈴なりにつかない、タイプですね。枝一つに、一番上に一個。そんな感じです。ロマンティックアンティークさん。ロマンティックアンティークさんもね、つけてますけども、今回これ一個だけね、これね。このちょっと大きめなやつが一個だけ、しかつけてないみたいです。と最後に、クリスマスローズさんですね。クリスマスローズさんはね、もう前回で花芽、剪定、花子剪定ですね。花子剪定終わりましたので、もう今は花はありません。葉っぱだけがもう結構充実してきたかなっていうふうな感じです。ただ一つだけね、最後の最後に花を咲かしたものがいたんで、それをそのまま咲かせるということで、お話ししましたけど、ほら、これです。最後の花。本当に最後だね。ここにもこう、つぼみがほらほら、あります。これもちょっと咲かせてみたいかなと思ってます。葉っぱはね、すごい充実してきました。葉っぱはいい感じで、出てきました。こんな感じです。以上、現在の様子になります。